はい、皆さんどうも、山佐優です。今回もですね、前回のラースの、変更点に引き続き他のキャラ見ていきたいなと思うんですけど、今回はエディかな。ちょろっとしか映ってない、もう数秒の動画だったんだけど、見ていきたいなと思うんですが、昔はね、結構そのブログとかが鉄拳界隈でも流行ってて、なんかこういうこうなんじゃないかみたいな考察とかで結構ブログに書いてたりしたんですけど、今はね、なんかもう YouTube っていいっすよね。映像を見せられるし、あとはコメント欄でそのブログでコメントくれた人とやり取りしたりしてたけど、それみたいなこともできるし、活字っていうか、その文字媒体はいいですけどね、見やすいっていうところもあるし、これだとなんか、音量ボタンポチポチポチ言うの滑舌悪いよみたいな感じもあるかもしれないし、動画って見れるとこ限られるしね。でもなんか YouTube やろうとりあえず。というわけでエディ見ていきたいんですけど、エディはね、エボで僕らがこのバランスアップデートの動画をティザーを見て一番えってなったところではありましたね。これはい、というわけでこれはアウジビッコっていう技なんですけど、ゲー中の技ですね。ゲー中の技なんですけど、もうちょっと前の方からさ収録してくんなかったかな。いくらなんでも2発目じゃんこれ。1発目がある技なんですよ。一発目のヒットエフェクトを今ほら膝の方にちょっと残ってるじゃん、左膝の方にスティーブ。これ、二段技で、どういうと使い分け方を今してるかなっていうと、近距離での、ダメージは少ないんですけど削りで一発止めとかを使ったりしてて、で時折出し切っちゃりしちゃって一発止めでヒットで相手が動いたりしたところに2発目がヒットしたり、もしくは1発目をガードした相手によし浮かせてやろうみたいなところで手出してきたところに2発目がカウンターヒットするとか、あとは最後の削りとかでも同様の使われ方がされているような気もします。1発目の発生自体は早いし、削りとしてはなかなか優秀ってほどでもないんだけどね、使われることはありますね。技なんですけど、これ動画でねちょっと判別しづらいんだよな。これおそらくこれ2発目のみカウン2発目のみカウンターヒット時のリターンが上がりましたよってことですね。2発目のみカウンターヒットしたときにその場ダウンして、これこう、そうアタッキーアタッキーホーリーアタッキー66歩けで追撃が確定するよってことですね。ルピエルナーとかもするんでしょうけど、66歩けが入ってまとまったダメージを得られますよってことですね。さすがにノーマルヒットではないと思います。ノーマルヒットなんじゃないかなみたいな意見も見たんだけど、ノーマルヒットだと一発目カウンターヒットした時に二発目も連続ヒットしてこのやられになっちゃってやばいことになるって言おうと思ったけど、別にやばいことにはならないわ。カウンターヒットした人が悪いよねで済むぐらいのダメージですよ。多分合計で50ぐらいのダメージか。強いけど、それは。でも、カウンター確認ができるわけじゃないし、こういうよもやま話はいいんですよ。2発目のみカウンターヒットしたときに、リターンが増えましたよって感じですね。ちょっともどかしいですよね、このやられ方ってさ、ベンヘラが
拾いたくなる、拾えそうなやられしてんのにさ、まあ、拾えないでアタッキとかルピエルナを打つわけですよね。でもこれあれですね、2発目のビッコの2発目にジャンプステータスがないでしょうし、2発目が相打ちになったらこちらの硬直がキャンセルされて都合早く動けて、ベンヘラで拾ってコンボみたいな感じはありそうですよね。まあ、今のジャックのハマー相打ちでのみ、空中コンボに行くみたいなことにはなりそうだなと思います。でもこれなんだろうな、ファーストインプレッションの動画でもみんなで言ったんだけどさ、渋いよね、渋い。でこの渋いっていうのは嫌味とか悪い意味ではないけど、まあ渋いの理由は後で話すんだけどさ、これさエボでさ15万人ぐらいがさ見てたグランドファイナルの結末をみんなで見届けて、すっげー2位の完璧な立ち回りで圧倒的に優勝したみたいなところで、ね、バーンってこの膝流れて、このビッコの2発目カウンターヒットで追撃可能ってところを見せようとするその心意気が渋いなって僕は思いました。そしてこれがエディの変更の全てなのってどうしてもやっぱ思っちゃうじゃないですか。動画で出るってことはここが目玉なんだろうと。いやでも全然それは僕ら動画、あのインプレッションの動画でそういう風にちょっとなんかおちゃらけましたけど、別にそんなこともないと思います。普通にやっぱ既存技のフレームをちょっといじりましたてへへでやばいぐらい変わるからさ、このゲーム。例えばあのコトベララがさ前にさ活性15から14になったじゃないですか。あれってめちゃくちゃでかいじゃん、コトベラダが発生14って。でもコトベラダが例えば、いやないけど発生13になったとするじゃん。でもコトベラダが発生13になったら別にこの動画には載せないんですよ。だって動画映えしないもん、わからないもん。相手のフェンの左アッパーガードした後のこっちのコトベラダが相手のガックスの対応チームみたいな、そんなことは収録しないから、普通になんか既存技のフレームが良くなってすごく強くなったり、なんか拾えないところから何かが拾えちゃったりとかいうのも全然あの可能性としてはありますので、うん、あのそういうのあってほしいですよね。まあそれでいてこれ2発目がマイナス12とかになってたら、まあとりあえず出し切りを増やして一発目ノーマルヒット、さっきも最初の冒頭で話したんだけど、一発目ノーマルヒットの後に動く相手に二発目が当たるっていうのと、あとは一発目をガードされてそれに確定反撃を入れようとした相手に二発目はカウンターになり、そしてこの恩恵、新要素の恩恵を受けるっていうのを、二発目がマイナス12になることによってめちゃくちゃ狙いやすくしてるかもしれないじゃないですか。はい、まあ、じゃあでもじゃあエディ何が欲しかったんですかって言われると、僕は全然このキャラに精通してるわけじゃないのでわからないんだけど、エディ使いからしたら、まあ、そこじゃないんだよなっていうのは思われてそうではあるけど、エディ使いとかってその使ってる時期が長い方が多いと思うので、シンプルにこの前向きにこのビッコのリターン上がるじゃん、やったーとかいう優しい世界になって、そんな気も僕はします。なんかその昔からいるキャラの使い込んでる人たちってその一本で使い込んでる人たちが多くて、もうとにかくなんか変化があったら受け入れて喜んでって感じだから、その村の住人ではない僕から見たらん?って思うけど、住人からしたらもうそれはなんかいろいろインスピレーションも湧いたり、その村の外の人間じゃ思いもつかないような活用方法とかがあるかもしれないし、ただ渋いなって思いました。はい。